おかんの嫁入りは、先の月音の日本の小説。2007年に、ニフティ心コ,コログ小説にて、オンライン小説として公開され、第3回、日本ラブストーリー大賞、ニフティ心コ,コログ賞を受賞。歌室の上で、宝島社より2008年6月に刊行された。2009年9月には、さらなる歌室の上で、桜色おかんの嫁入りと解体して、 宝島社文庫より文庫化された。2010年9月には、桜色おかんの嫁入りを原作として映画を呼び、舞台が制作され、映画公開に合わせて、続編となる、夕焼け色おかんの嫁入り、その後が宝島社文庫より刊行されている。また、同小説を原作とした日本映画、おかんの嫁入り及び舞台、桜色おかんの嫁入りについても記する。森井洋子と、 森井ですし母子で仲良く暮らしていた二人。しかして一つで娘を育て上げた、おかん、陽子は、ある日、男を連れて冷水して帰宅。その金髪リーゼント姿の男、服部賢治に、プロポーズされたと、結婚を宣伝実は三年前から付き合っていたという二人は、この家で一緒に住むことにしたという。服部とりは、元板前で料理上手の男性。 どうしても、素直になれない娘、月子は反発するのだが、母の真摯な思いと賢治の人柄に徐々に二人の再婚を受け入れることに。しかし、陽子は、白無垢の衣装合わせに向かう途中で倒れ、二ヶ月前から、末期癌であったことを知るのであった。しばらく経ち、衣装合わせで、白無垢を着た陽子は月子にあるお願いを語る。 おかんの嫁入りは2010年9月4日公開の宮崎あおいと大竹忍の初共演となる家族をテーマにした母と娘のハートフルドラマ映画。家族の心理をリアルに描き絶賛されたデビュー作、坂井家の幸せに続く、小美穂の第2回長編映画監督作品。第15回不在国際映画祭出品作品。 主要キャストは主演の二人以外関西出身者であり、方言指導者を常に現場に置き、関西弁のセリフを徹底的にチェックして撮影に臨んだ。撮影舞台となった日本家屋は、渦正と影響と撮影所第二スタジオの銭型平時セットを利用して作られている。駅の撮影では人がいない駅として軽阪木野駅でロケを行ったが、 話を聞きつけて人が大勢集まってしまい、薪の駅入場券売上げが過去最高でなおかつ駅の苦情件数も過去最高となってしまった。キャッチコピーはお母さん結婚することにしたから、ぶつかり合って分かり合って生きていく。母と娘はどうしてこんなに素直になれないのだろう。一緒にいられたらそれでいい。 全国89スクリーンという小規模公開ながら、2010年9月、4、5日、初日2日間で、公衆3、865万7、200円、動員は3万2575人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第9位とベスト10入りを果たした。また、ピア初日満足度ランキングでは、第3位になるなど、 大河ドラマ、厚姫で、宮崎葵を知った、年配層を中心に好評となった。本編の DVD は2011年2月21日に発売された。舞台、桜色おかんの嫁入りは、2010年9月16日から26日に、東京、木目宮サザンシアターにて、2010年10月8日から9日に、大阪、サンケイホールブリーゼにて上演。 キャッチコピーは、オカンのサイコム相手は、美しい、捨て男だった。2010年11月1日には、公演を収録した DVD が CAT プロデュースより、発売された。キャストスタッフ2013年3月15日から20日に、東京、三越劇場他にて上演。キャストスタッフ、桜色オカンの嫁入りと題して5日パズルにより、コミカライズされ、 携帯、サイトワンコミにて2010年7月16日より配信開始。この記事は以下のカテゴリでも参照できます桜色を勘の嫁入りに関するカテゴリ夕焼け色を勘の嫁入り、その後に関するカテゴリありがとうございます。